今日の朝飯は納豆卵かけご飯です。今朝は味噌汁がない代わりに納豆プラス卵のデラックスご飯になってます。よくかき混ぜていただきます。美味しいです。納豆の煮物と卵の甘みのセットは味に深みが出てやっぱりうまいですね。組み合わせはやみつきになります。昼食は白飯と食パンとクリームシチューになります。昼食はシチューを作って白飯と食パンでいただきます。シチューには黒胡椒を少しかけていただきます。やっぱクリーミーでうまいですね。具もじゃがいも、人参、鶏肉がゴロゴロ入ってます。今回シチューのお供には白飯と食パンを用意しました。なんだか真っ白な食卓になってしまいましたが相性抜群なんですよね。いやシチューたまにやるけどやっぱ美味しいですね。そして食パンはシチューをたっぷりつけてつけパンにして食べるとしっとりして美味しいんですよね。ですね。夕食はクリームシチューとツナマヨトーストになります。昼飯は昼に続いてクリームシチューに食パンにツナマヨを乗せてトーストしました。いや時間を置いたシチューも熟して美味しいです。ツナマヨトーストにはブラックペッパーを振ってあります。いやカリカリに焼いたので香ばしくてうまいです。いつもは米食がメインなんですけどパン食もたまにはいい感じですよね。シチューをつけるっていうのがパンと相性がいいです。本日もお食事いただきました。ご視聴ありがとうございます。